スベン・オラン・エリクソンは、スウェーデントリュスビー出身の元サッカー選手。サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。選手としては故障などもあって活躍できず、早々に指導者へ転身。デゲル・ホーシュイフやイフック・ヨーテボリといった、スウェーデンのクラブチームを指揮した。1981から82シーズンには、イフック・ヨーテボリの監督として、 UEFA カップ優勝へと導いた。全くのセミプロのクラブをヨーロッパカップ戦の王者へと導いたことは衝撃的な出来事だった。その手腕を買われ、1982年にポルトガルの名門、ベンフィカの監督へと招かれる。以後、フィオレンティーナ、サンプドリアといったセリエ A の中堅クラブ、ビッグクラブの AS ローマで監督としてのキャリアを積み、1997年には、 ラツヨの監督に就任。1999から2000シーズンにはセリエ A 優勝を果たした。ケビン・キーガンがイングランド代表監督を辞任したのを受けて2001年から代表史上初の外国人監督としてチームを率いた。日韓 W 杯、ユーロ2004に続きドイツ W 杯欧州予選でもグループ首位で通過を果たし本戦出場を決めている。 2007年7月にプレミアリーグ、マンチェスターシティの監督に就任。8月には、月間最優秀監督賞を受賞するなど、上々のスタートを切る。しかし、後半に失速し9位でシーズンを終えると、成績不振により解任された。2008年6月、メキシコ代表監督に就任。しかし、翌二千九年四月には、南アフリカ W 杯北中米カリブ海。 最終予選でのメキシコ代表の成績不振により、解任された。2010年3月28日に、バヒド・ハリルホジッチ監督の公認として、コートジボワールサッカー連盟が、エリクソンのコートジボワール代表監督就任を、公式 HP 上で発表した。しかし、ワールドカップ、南アフリカ大会の本大会では一勝一分け1敗の、勝ち点4で3位に終わり、 グループリーグで敗退したことにより、責任を取り辞任した。2010年10月3日、フットボールリーグチャンピオンシップのレスターシティの監督に就任した。ドイツ W 杯の時のニュースオブザワールドのおとり、取材でドバイの7つ星ホテルでアラブの不合なる人物と食事をし、ヴィンテージワインを2本飲んだ。その時など選手に関することまで発言。 この取材の構想には1年もの時間がかけられ、日本円にして2000万円もの制作費をかけて実行された。ありがとうございます。